ベスタ堀江。ベスタ堀江。開けました。開けましたね。開きました。エントランス、エレベーター、階段。自転車置き場です。こちら洗えるところですね。3LDK タイプです。脱衣所から行きましょう。はい。あ、大丈夫です。はい。シャンプードレッサーです。ちょっとねブレーカーつかないんでこのまま撮影します。シャンプードレッサーと室内洗濯置き場。あ、浴室広いですね。浴室広いです。で、通常エントランスの前に脱衣所があるんですね。はい、では行きましょう。お手洗いです。ウォシュレット付き。リビングダイニングです。1部屋、2部屋、3部屋、でも繋がってる感じですね。リビングに冷蔵庫置き場。キッチン開けていきます。収納、キッチンの収納を開いていきますね。3口ガス。この大きさですね、リビングも。たらベランダ行きましょうか。涙いけすしですね。8に行ったら泡沢で涙いけすし、こちらに行ったら桜川ですね。もうそこそこそこロイヤルホストがあるので、ロイヤルホストがあるので、ね、そこ見えますかね。ここロイヤルホストあるじゃないですか。なんであそこが千日前と涙いけすしの交差点ですね。桜川駅です。で、一部屋目。お、明るいな。ガラスが多いですね。全面じゃないけど、まあ、全面に近いガラス。しかも
こちら出れ、外に出れますよ。外に出れますよ、これ。うお、涼しい。すっごい涼しいです。涼しいです。クローゼット。はい、2部屋目行きましょう。さっきのお部屋の反転系タイプですね。そしてこちらと2つで見えますね。調査道も見えますよ。涼しいです。こちら側からはあの関西スーパーが見えますね。この距離です。はい、最後3部屋目。クローゼットがこの前の大きさですね。最後シューズボックスです。広いですね、シューズボックス。